All right, we're here. 今日はあの海と本っていうお店に来て、こっからこの今日のサーファーズジャーナルの話をしようかなと思っているので、Here he is again, 編集長 Mr. Toshiro Izawa. Hello. よろしく。うん、よろしく。この表紙何これすごいじゃんこれ。これは ね今回はあの南アフリカケープタウンの沖っていうか、うん、もうダンジョンズっていう、うん、やっぱビッグウェーブスポットですね。そこに世界中から今集まってきたビッグウェーバーたちが波をやり過ごしたその裏側からを多分ドローンで撮ったんじゃないかな。うん、ね、すごい波だよね。すごい波だしすごい写真だよ ねドローンで撮ってますね、うん。これ僕ね、実はこれ後ろも面白いと思った。あ、これね、これ面白いよ、なんつったってねえ、うん、スタック。そう、これはね、この本編の中に入ってますけども、うん、1964年に、スキップフライトか、うん、あと、あいつってもっと忘れちゃうんだよね、エンドレスサマーの、あ、ロバート・オーガスト、じゃない、ブルース・ブラウン、ブルース・ブラウン、はい、あ、もう一人のサーファー、そう、ほら、お前も忘れてんじゃん。なんだっけあいつ、もうまあいいや、がまだ生きてるよ。もうもちろん生きてるけど、まあ、彼らが1964年のある日、ホリスターランチというサンタバーバラの近くのね、まあ、プライベートビーチなんですね。あの私有地立ち入り禁止、そこに、忍び込んでサーフィンをやったっていうのは、これすごくサーフィンの歴史の中でも有名な一日で、それを証言集でまとめた記事がありまして、そこって道路がないから見えないんだよ、うん、そうだよね、入っていかないと牧場に。でも鉄道を通ってんだよ、列車乗るとその海岸見えるんだよ。だから列車から波は見えるけど、見えてたんでしょ。駅がないけどね。ああ、そうだね、駅がないんだ。まあそこで、うん、スタックしちゃったところを、撮った写真です ね、うん、はい。まあそんなわけで、はい、ここのだからじゃあこの中にこのストーリーも入ってる、このストーリーも入ってる。ダンジョンズは入ってないね、今回はね、うん、多分あと何号か後に出てくるんじゃないかな。前、うん、ダンジョンズは紹介されてますけどね、うんうんうん、まあそんな感じで、うん、はい。じゃあ今回の一番のストーリーはどうですか。なんと言っても、今回まず紹介したいのは、オリジナルコンテンツです。はいね、はい、誰でしょうこれは。これはそうだよね。そう、まあヒロミツ添田ヒロミツさん率いるロックダンスチーム、について、まあ、そのチームに一番近かったライターの寺内隆君が、書いたストーリーですね。チームのストーリーだよね。チームだね、うん、まあ、どういう話かというと、この間のオリンピック、に出場した稲葉レオ選手がいましたけど、彼の、が、まあ、今そういう形で一番最先端で、行ってるわけだけど、まあ、要するにハードコアサーフィン、日本のサーファーたちのハードコアっていう一つのコンセプトをとにかく70年代から貫き通したチーム、の歴史ですね。だから、まあ、今 JPS、まあ、かつて JPSA の、理事長をやってた、牛越君だとか、まあ、そこら辺も含めて、その、ロックダンスというチームの歴史になってます。牛越さんってさ、うん、そういうハードコアの、あ、すごいソフトの人だから、そう想像できないよね、うん、まあ、でも、ね、本当にそうだね。でも本当、日本の先陣を切って、うん、世界中のでかい波、ハードな波を、ね、牛越もそうだし、ね、もうみんな挑戦してた、ね、挑戦してた。だからそれがね、やっぱり今日本のやっぱサーフィンを語った時に、そういうこう姿勢、そういうコンセプトっていうのがいつの間にかこう忘れ去られてしまってるんじゃないかという、まあそういうちょっと疑問符も、含めつつの、まあ、少し辛口な、記事になってますけど、ぜひちょっと読んでいただいて。面白いですね、日本のサーフィン歴史の中にね、うん、大事な話、まあ、三千と輝くという、わかる、この日本の三千本売れると思って、違う違う三千と輝くという辞書を引いてくださいね。まあそれです、まずそれが一番、はい、一番。そして、
まあさっきオープニングで言ってたじゃないけど、マイク・ヒンソンでしょ。マイク・ヒンソンだ。マイク・ヒンソン。マイク・ヒンソン、ね、ちゃんと覚えとかなきゃダメだよ。そう、もう年になっちゃうと忘れちゃうんだよ、もう本当にね。じゃあ、まあ、早速そのホリスターランチの、記事を紹介しましょう。ランチハンズ。ランチハンズっていう。ランチハンドってもともと牧場で働く人のことをランチハンドっていうのね。シャレ。じゃあこのタイトル、シャレ、シャレ、まあ、英語の勉強にもなるレジーデイズですけど、ね、はい、あのランチハンズという、これはもうだから先ほどもオープニングで長々とちょっと喋らせていただきましたけど、うん、そのホリスターランチに、まあ、忍び込んだ、連中の、まあ、日本語で言うと冒険探っていう言葉があるけどね、1日たった1日の、ただここの1日で残された、まあ、あのカメラマンのあれですね、ロン・ストナー。ロン・ストナーね、もう亡くなっちゃいましたけども、ロン・ストナーという、写真家が残した写真っていうのは、今までこの1日で撮った写真がもうやったらサーフィン誌にこの何十年間使われ続けてるっていう、そういう噂の波だったから。そう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 、だからまあ、だから身に入れなかったから噂しか知らなくて、船で入るしかなかったからね、前はね、だからまあ、それを要するに証言集っていう形で、ここに、再現してます。それがね、なんかすごく面白いところじゃないかな。ランチもみんなサーフィンしたいんだったら船借りて、サンタバーバラからみんな船で行けるんで、ね、うん、なんかそういうことも書いてありますね。それで中に住んでる人もいるんだよね。ブルースブラウン、だってブルースブラウンは確かホリスターランチの上だったんじゃないかな。だからブルースのところに泊まればできたんだよね。そうだよね。そうだよね。あとこの間ジェリー・ロペスで日本来た時にインタビューで彼と話した時に、彼言ってたのはさ、彼が酒飲まなくなってドラッグもやめたのも、うん、ホリスターランチでやってて朝起きてすごいいい波なんだけど、みんな二日酔いで行けなかったから、はい、それでもうジェリーも酒やめたんで。もう少しちょっと説明しますとビッグウェンズという映画がありました。で、あの映画のロケ地がこのホリスターランチなんですね。それで、当時初めてハリウッドの映画に出たジェリーさんは、ジャン・マイケル・ヴィンセントと、もう夜通し飲み明かして二日酔いでパッと起きたらすげえいい波で、でもう酒なんかやるものかっていうね。それでやめちゃったんです。そう、そういう話ですね。あれもでもそうだね。ジャン・マイケル・ヴィンセントは起きなかった。あれは本当にホリスターランチだったんだね、うん、そうですね、はい。あとね、これはねちょっと涙なしには読めないという記事がありまして、これロビンのね、ザ・ラストワンという記事です。これはどういう記事かというと、ロビン・プロダノビッチ、プロダノビッチという、もう今70何歳なのかな、うん、彼が、最後の一本を削るハンドシェイプで、それをなんとその息子のがレポートしながら、ハンドシェイプという文化の、過去、現在、未来という、形で考察するという、うん、まあ、すごく思い入れと、あとなんかすごく深い、歴史を掘り下げた、まあ、話だよね。この人ってこの人の時代ってほらすごいたくさん作ってたから、うん、すごい技術だったの、このレベルの時代の人たちは。今のハンドシェイプってそれほどたくさんオーダーがないから、うん、そのレベルに行くのが難しいってこと書いてあるんだよね。なんと1日10、ね、17本削ったという記録がある。そう、でしかもその17本がもう完璧にほぼ近いぐらいなスペックをきっちりと守って作られてるっていうね、うん、工場行ったら100本ぐらい板が並んだったの。そう、これで他のメーカーの板なんだよでそのメーカーのシェーパーが来て、どこのメーカー、チャンネルアイランドでその人が来て全部にサイン入れて日本に送ってたんだだからこっち来てるやつはロビンの板ばっかりなんだよね。そうだよね。だからまあそういう結局だから今はもう本当に長さ幅それからリッターそういったのを数字を全部コンピューターに入れて、でコンピューターシェイプで、それは確かに正確という意味では正確な板ができる工業製品として成り立ってるわけだけど、まあ、基本的には昔はそのマシンを人間がやってたんだよね。そういう例えばチャンネルアイランドなんか売れすぎちゃって間に合わなくなったから、こういうロブみたいなベテランのシェーパーのところに
なんで依頼っていうの、依頼だね、依頼してオーダーして、その人たちがもうバーって作ってたら、スペックはチャンネルアイランドなんでね、うん、ただシェーパーがいないから、で今だと全部それ機械で、機械ですね、全部。だからまあ競技サーフィン、特にあの競技サーフィンのシーンは逆にマシンの方が、正確だから、それはまあ当然のことですね。なんだけど、で今ハンドシェーパーっていうのは1日1本とか2本じっくり作って、あとその新しい考え方なんかもそのシェープのコンセプトに導入しながら、いろいろ新しい板を、まあ、これはこれでね、アートとしてのシェーピングっていう一つの考え方が今ね、この記事読むとそういうこと全部わかるから、いやもうこれはねすごい感動した、うん、そうで、これが最後にいたってこれ書いたんだよね。そうそう、いやすごいね。でしかも息子がさそれを書いてるっていうのが ね泣けるじゃん、ね、このストーリー読むと、昔のサーフィンの文化っていうのはシェーパーっていうのはすごい重要な人だったんだよね。それでその人から作ったやつを買いに行くっていうのは大事だったから、大事だった ね。あと女子、カリーナ・ロズンコという、カリーナ・ロズンコというですね、ロングボーダーでは、まあうん、すごくファンシーなアームアクションがすごく綺麗で、そう、ね、彼女は今バリに住んでるんですけどね、故郷のカリフォルニア・マリブで、サーフするその1日の中でカリーナ・ロズンコの、プロフィールを紹介している記事ですね。これも女性のサーファーたち非常に参考になると思うし、俺本当思うんだけどさ、いつもやってて思うんだけど、そのサーファーのプロファイルっていうのをここで紹介していく中で、やっぱりみんなのそれぞれ の考え方だり、生き方、ね、そう生き方、あと縁起を担ぐ、うん、例えば彼女だったらサイズが偶数の板には絶対乗らないとかさそういうなんかねすごく面白い哲学的に哲学っていうかね、うん、なんか本当、まあ、みんなそれぞれいろいろサーファーってすごい面白いなっていう、うん、そういうことを、考えさせられるというか、まあ、面白い記事ですけどね。そういう考え方がみんな違うから、こういうスタイリッシュなサーファーが出るんで、ね、そういうちょっと変わったところがあるから、ちょっと辛口で言うと、なんかね流行であれが流行ってるとか、うん、もうこれからこれが来るよとか、もうそういう観点でサーフィンやってるとなんかダメだね、うん、この人そういうの理解できないよきっと。そうだよね、うん、もう誰に向かって言ってるかは想像してくださいまあ、そういうことで、はい、サーファーズジャーナル、最新号、7月の、今月の末、はい、発売になります。そうだね、それここに来るとサーファーズジャーナル昔のもたくさんありますから、あ、そう見てくださいね。鎌田君ちょっとこっちに顔出して、ここに来る、はい、ここに座って、はい、オーナーの鎌田君です、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、サーファーズジャーナルジャパン、いや、最新号、はい、よいしょ、ありがとうございます。